6時ですよ。バゲママの時間ですね。今日はね、まだね、大根の味噌汁作ってね、魚焼いてそういうまんまを食べましょうね。よいしょ、寒くなりましたね、本当にね。こんな大根も早くつかねばさ、長くな、大丈夫だな、まだな。はい。よし、大根と、大根とさ、また冷凍の油揚げな。それとな、どんな。昨日、まだある。幸子さん作ってきた魚。解凍しといた。それな、食べられんな。3匹。だね。最近まだ卵焼き作ってねえんで、卵焼き作らいな。お腹が空いてるので4つね。今日はちょっと甘めに、日本酒粉、沸騰しておりますね、お湯が。お湯が沸騰しておりますので、あれ、なんかこれベトベトしてる。ベトベト。ベトベト。ベトベト。あ、ベトベト吹いてるし焦げてしまいますね。よっ。
よよ。よっ。いいよっ。よし。大根はだいぶ煮えてきましたね。いいよ。いいよ。これ。これ。これ。ね。ね。いいよ。これ、これ、これ。卵焼きできました。よし。せばね、大根に味噌汁を、大根にこの、ね、なんだっけ、あれな。あれ入れたね。油揚げ。味噌汁に和風だし。あれ、味噌粉なくなった。味噌粉が買ってこねばないな。メモしとこう。味噌、これで今日間に合うべかな。間に合えばいいな。まあ足りねば上の熟女家に行ってもらってくればいいよ。この辛さを湯でだっけさ、熱くてさ、辛つぶれだもんだ。熱がたいな。なあ、もったいねってろ。どうやって使う気になってんな。ああ、貧乏って嫌だね。これ、きれいに。よし。こいさ、白味噌こうワンカタしてみんな、これでどんなもんだべな。ツーンってか、魚焼きましたよ。くれどんなべな。おいしい卵焼きっこ、久々の卵焼きですね。これ卵焼きとこれと納豆ね、納豆味噌するっこ。これなんだ。あ、これこれ味付けを握ればチンした。これもいいな。味噌するっこ。これ魚こう3切れ焼いた。これ1切れパスタコンズクの弁当にさひでやるかな。これ幸子さんの作ってくれたブリだが、なんだっけ、タラだが、なんかそういう変態な。これ玄米ね、味噌汁、卵焼き、おにぎりをチンしました。十分ですね。うん、せば今日は何のりするかな。
今日はヘバ幸子さんのお魚にお祈りしましょう。今日も美味しいお魚を食べれるのは幸子さんのおかげです。いただきます。ヘバどれお魚から食べるかな。おいしい。納豆を食べるか久々に。納豆。卵焼き。上品な味だこの卵焼きは。解凍したこのおにぎりはどうですかね。これだほらライブの時いっぱい出して毎年死んだんだけど余ればね。これはうちに持って帰って食べましょう。ああでももうお腹いっぱいでしたな。でもご飯はやっぱ冷凍したのチンスよりたくさんで美味しいやな。まあ誰もいないんだ。あ、やっぱりご飯食べたきゃ体温まってきた。
一緒だった。でさ、この卵焼きとこれを明日築城の旦那さんのコンズ君のねお裾分け。これと味噌汁もお裾分けな。今日はほうじ茶お鍋ね。あ、おいしい。明日魚こそらもう一匹やったな。みんなこれは俺の明日のまだパンゲマンまだな。ああだいな、あのコンズクサバシやってもな、だべ熟女のもう熟女の魚もでも熟女なコンズの弁当ハンガスあればすごくいいってしゃべってらん。でもな幸子なんか言って多分さ幸子なんか3匹ずつやってきたんだよな。ちょうど熟女けど食べればいいようにこう作ってきたんで、きっとなそうすればいいんだよし。まあ、これは熟女のおかずにしようか。熟女と旦那とな、俺は住め物くたて前にやな。みんな騒げねばな。うん、よしよし。リリーな、本当にさ俺は俺の過ぎたものでさ人に食べさせたくないときはさ動画にも撮りません私ね。こっそり食べます。まずね、そういうわけで、今日ほとんどくじも言わないで黙々と晩飯食べました。バゲママね。ということで寒いっきゃの